許すことができたらよかった、黙っていられたらよかった、でも言わずにはいられなかった。私たちの話を聞いてほしい、話し合えるんだから。私は問いたい、本当の正義はどこ。やむを得なかったと判断することが妥当である。よって原告の請求を棄却する。え、どういうこと。疲れなれず、すまなかった。はあ、お疲れ様です。ちょっといいですか、ね、今の気持ちはいかがですか。敗因は何だと思いますか、ね、そもそも勝てると思ってましたか。終わったばかりだと、ね、夫は何で殺されたと思います。ちょっとこっち向いてください。私は間違ってない、普通のことをしただけ。夫は殺された。なんで誰も分かってくれない。あなたは頑張った。一人にして私は問いたい、本当の獣は誰。すごい、やっぱりあなたは特別よ。他のことは違う。この苦しみは絶対人間には理解できない。全ての動物にとっての宿命なのに、私以外は知ることすらない。すまない、近くない。世界で私だけがこの苦しみを味わっている。誰が子供を掴んで今にも。はじめまして、弁護士の。もういい、人の命は動物より重い。それが正義。正義は人間に支配されている。夫はなんで殺されたと思いますか。やめてください。私はいつでもあなたの味方だから。大丈夫です。こっち向いてくださいよ。こっち向けよ、ゴリラ。私は問いたい、本当の命の価値を。ゴリラ裁判の日、